ございます。さあ、はい、すがすがしい朝とめっちゃ眩しいですね。夏だからね、目が開かないです。え、目が全然開かない。大丈夫、バッチリしてる。ありがとうございます。はい、で唐突ですけど、はい、リニューアルします。え、リニューアルってそんなテンションで始めるもんですか？プチリニューアル。プチリニューアル、わかりました。はい、こういうの作ってみました。でん、でん、なんか字がすごい細かい。ほんと細かいのは見なくていいの。あ、競馬。そうです。大きさの趣味ですね。まあ趣味の一つです。で、まあこれは要するに最近の出走の状況を表して、あー、ここ過去、ここ最近5回の戦績、そうそうそう、立ってると調子がいいぜみたいな。え、こんなに調子いいでした？今回からゲストに、はい、この調子のいいレオ5か、うん、そろそろ来るんじゃないか俺。あー、でもトータル差でもあんま変わらないですね、こうやって見ると。両方とも5万発以上勝ってますけど、このタイレル、どっちに乗りますかみたいなことを決めてもらって。あー、一応ディレクターさんと AD さんの票が入ってる。やらせだ、やらせ。こんなのに当たんないんだよ、こういうの。私ですよ。どっちとも乗りたくないですっていう場合は我々、まあ、まあ確かに負けが多いですからね。我々2人が乗ります、うん、え、意味あるんですか？わかんない。え、奥さんの乗り打って、いいよ、一発目、はい、ゲスト桜キュンちゃんに来てもらってます。 お願いします。最近よく会うね、キュンちゃん。そうなんですよね。なんかリニューアルしたんですか？そうなんです。聞こえてたでしょ。聞こえてました。いや、あの前みたいに欲しいものをあの考えてきたのになと。いいよ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 。カバン。ちょっと待って、前回確か財布だったよね。で、財布買ったんですよ、本当に。買ったんです。何の？あのセリーナの財布。あ、結構いいね。今日のおカバンは3、4万発かな。じゃあ今日のおカバン欲しいのは、そうですね、5万発ぐらい。5万発か。無理だよ、5万発は。俺の予想超えてたよ。ただ、でも違うんですもんね。いや、だからレオコと乗って、キュンちゃんが5000発出して、レオコに4万5000発、あ、違う、乗るかダメだ、半分になっちゃうから。そうそう、半分になっちゃうんだ。全部私にくれるわけじゃないんですもんね。そうそう、そういうシステムになったんですよ。僕の軍資金出してくれたら、どっちますけど。大打ちみたいな。なるほどね。で、ちなみにじゃあおカバンの銘柄というか、銘柄、メーカーというか、ブランド、ブランドって言いたくないけど、なんで銘柄、あのジバンシーのカバン、最近可愛いミランダカーが持ってたやつ。じゃあそのまずポーチ、ポーチ的なやつから目指しますか？ポーチやるかどうかしないけど、ポーチとかいらないよね。いらないのかよ。全然いらない。ね、ちょっとピンキリだもんね。そう、全然いらない。まあこういう風になってるんですけど、どうなんですかね。初めてなんでどれが正解か全然わかんないんですけど、そう、どっちどう乗るか。今日の我々のなんていうんですかね、鼻息の荒さとか毛づやの良さとか。そう、一応私のその収録じゃないここの最近のプライベート実践の報告をすると、ガンダム2日打って2日で3回戦ハマった。初日に1回、2日目に2回。やだー、でもわかる。僕ですね、この辺でホップとばっかり言ってて、あのガイドの DVD でついさっきここでまた北斗を打たされて打たされて大嫌いだ、打つか言っときます、言っときます。何の、なんか反抗期みたいな、あまりに当たらなくてどっちにも乗りたくないみたいなことになっちゃって、ね、一発目だからどっちかに乗ってよ。まあそうなりますよね、うん、そうなります。まあでもレオコさんかな、やっぱり。やっぱりですよね。こういうのは順当に行くのが一番いいかなって思います。そうだよね、はいはいはい、うんうん、やっぱ苦労ついてる。死ぬほど後悔させてやる。デビルマンで2000パスプラス。コツコツ。あれはガチだよ。わかりました。じゃあレオコと乗るといい感じ。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。それが正解かどうか。はい。はい、それも兼ねて実践いきましょうか、はい。頑張ります。はい。今回の実践ホールは東京都港区にあるスーパーハリウッド品川。品川駅高輪口前正面すぐのところにあります。設置台数はパチンコ544台、パチスロ216台、前台無制限制で手玉の移動が OK です。最新機種はもちろん人気機種も充実のラインナップ。詳しい情報はホームページでご確認ください。そしてガンダム出るでしょ、で俺と組んでればよかったでしょって言いますから。結構根に持ってるよ、選んでくれなかったこと。めんどくせーとか。よりによって俺じゃなくてレオコ選ぶんだから。まあ最近のね、成績が考えればしょうがないですけどね。じゃあとりあえず行きますか。ゼットン、一人寂しく大探しの旅へ。行こうか。そうですね、うん、チャカチャカ。あれ普通なんでしょ。じゃあ私ガンダム見てくるわ。はい、私は北斗
人は別々にお目当ての台に向かう。まずはキュインちゃん、北斗の拳覇者から実戦を開始。で、ちなみに前回買ったお財布がこれです。セリーヌの新作。これ買ってから本当調子良くて、最近北斗でも結構何回か出したんで、まあ、レオコさんと乗り打ちなんでね、迷惑、まあ、かけたくもないしかけられたくもないんで頑張ります。前回は真珠王で2万発オーバーの成績を収めたキュインちゃん、今回はどんな展開を見せてくれるのか。レオコは前回に引き続きガンダムで実戦する。島中角の672番台をチョイス。ちょっと最近不時着が続いているので、ここらで一発もっこガツと出したいと思います。っていうか、なんか最近もうガンダム以外そんなに興味がないです。最後にゼットン、店を一回りしレオコと同じくガンダムに目をつける。さあ、レオコのほぼ初向かいのガンダムを選びました。でレオコに早く当てて、でそしてキュインちゃんにねジュースでも差し入れして、キュインちゃんごめん俺レオコに先に当たったわ、しかもレオコに回ってるわって言おうかなと思います。頑張ります。目標がちっちゃいな。たがための実戦となるわけでもなく、熱い予告もないままガンダムチャンスに突入。いきなりガンダムチャンスに発展したのか。おっと、ザクだけどね。まあ、シャーマーシュで行った瞬間にいきなりシャー系に発展するも、タイトルのチャンスアップはなし。リーチ中のチャンスアップもなく、期待なしか無言で見届けるゼットン。最後のカットインも緑と。いいね、これだと。でもある。23回転です。1.5K。ゼットン、早くも大当たりをゲット。図柄昇格はなし。SC 突入の有無はジオングバトルへ持ち越し。甘デジかよ、入んないでしょ ST。 さあレオコが見守る中、ゼットンはジオングバトルへ。 ST 突入なるか。やばい、やっぱりか。ないの。ないか。無念、ゼットン初当たりでの ST 突入は叶わず。喜び半減だなこれは。まあでもね、1500円で当たりを引いてるんで贅沢しちゃダメですよね。 ST に突入しなかったため100回転の時短を消化していくゼットンだったが、失敗した。お、ザクだ。熱いっす、熱いっす、熱いっす。こんにゃっしゃっす。言った通りでしょ。興奮した、興奮した。ザク倒してるよ、シャーザク。嬉しい。やると思った。やっちゃいました。ゼットン引き戻し成功。もちろん七図柄の2000発ゲット。嬉しいっす。よし、これはキュイン先生に報告だな。レンチャン街道の第一歩を踏み出すことに成功したゼットン、ここから何連チャンすることができるのか。大移動したいなと思います。北斗を打つキュインちゃんでしたが、回らず大移動を決意。次に向かったのは冬ソナの島。ミドルスペックへと確率を落として実戦することに。この角打とうかな。打ち始めると早々に、え、当たった。キュインちゃん、まさかのオス位置で特格ゲット。すると気分ルンルンな男が報告がてら差し入れに来る。キュインちゃん、紅茶かコーヒーか飲む？どっちもあんま好きじゃない。あ、お、じゃ今核編中なんです。あ、食べちなの？俺もそうなのよ。え、そうだったんすか？すげえ。それを言いに来た。ぶっちゃけジュースはどうでもいいよ。私1回転で当たります。マジかこいつ、負けず嫌いだよ。なんだよこいつ。
外れちゃう。ご機嫌。めちゃめちゃご機嫌。カランカランなるな。いや、フルーツナム出ますから。これ当たりますよね、きっと。結婚しよう。おお。うわ、息強えな。結婚ってこうやってするんですよ。やろう。がっかりさせに来たんですけど、失敗しましたよ。嫌なもん見ましたよ。まあ戦ってるわけじゃないですけどね。なんかこっちまで幸せになれるもんね。ありがとう。キュウィンちゃん、ウェディングボーナスをゲット。ここでは16ラウンド分の出玉をゲット。さて差し入れから戻り、打ち始めたゼットンでしたが、残り回転数はやばいっす、やばいっす。調子乗った、すいません。謝る謝る、本当に調子乗ってた俺。このまま ST 抜けあるんじゃないですか。調子乗って自慢したりするからこういうことになるんだよ。って、え、当たっちゃいました。え、何何よ、もう完全に勝負諦めて画面見てなかったですか今。多分そこ当たりみたいなんですよね。危ない。誰が許したか、 ST スルー回避の大当たりゲット、ギリギリセーフ。その頃レオコ、2人と違い通常営業、投資は1万円。多分編集的に大奥さんとキュインちゃんがじゃんじゃん当たってるんで、私絶不調みたいな感じになってるかもしれないんですけど、まだ1万円しか使ってないです。で、これです、234。これで当てたいと思います。これで当てられなかったらもう私がガンダムの確率に負けたっていうことで、まあ泣く泣く諦めますよ多分。よし、いけ。こちら冬皿を打つキュインちゃん、次に引いたのは四図柄の通常大当たり。悲しい。ラウンド中のギガポラ発動はなく、チャンスタイムへ。あ、ハートになった。お、赤だよ、図柄。どうなの。あ、友人の服も赤。あ、これ疑似連がいきますよね。なんか熱い展開になって、お願い。もう一回疑似ないか。チャンス。あ、いいじゃん、マキジさん。軍とか来て、軍とか。特別今んとこね、強くないんで、いい感じってぐらいなんですよ。まあ、ポラリスですけど、アルバムが緑。なーん。おぉ、ウェディングリーチ、しかも7だよ。いやー、当たってもいい気もするけど、ちょっと弱い気もする。点滅ボタンだったら結婚しよう。ボタンは普通。やったー。キュインちゃん、時短中に大当たりゲット。七図柄での大当たりはもちろん、いやー嬉しいなー。引き戻しに成功したキュインちゃんでしたが、1回のウェディングボーナスを挟み通常大当たりを引いてしまう。こちら G ラッシュ中のゼットン、ここまで2回の当たりを重ねて計5連チャン、およそ9000発の出玉といい感じの展開。できればもう今のでもほぼ期待出玉を超えたんですけど、一撃1万発は超えたいですよね。そうそう1日何度もあのラッシュに入ると思えないんで。と1万発を見据えた途端、残り回転数は50回を切る。また気が付いた50か。打って、青か。画面の中の赤い人で、そこ、テンパっといて。よし、大チャンス。1万発を目前に立ちはだかるはシャア。これはもらったかゼットン。いやいや、その勝った気で言っちゃダメだよ。ダメダメダメ。まずは目の前の勝負に集中しよう。何言ってんだ俺は。頼む、でもとりあえず頼む。ある。さあ、ここを超えれば1万発の道、大当たりなるか。お願いします。よし、いった。1万発突破、絶好調ですね。
久しぶりっすよこんなの。その後1回の当たりを重ね7連チャンで終了。キュインちゃん選ぶ方間違えたかも。まあでも用意どんですかね。用意どんでこんだけ出ればこの球でもう一回いきましょう。こちらはゼットンへのジェラシーからかお目目パッチリのレオコ。もうなんだろう、全部吸い取られてる気がしてならない。うまいな7連か。レオコのデジタルは何事もなく350回を超えると、そこへ赤きたよ。まあ 30% ですけどね。おっ、下のウィンドウマーカーです。ガンダム、とりあえず消せるでしょう。逆にこれから連邦軍とか行っちゃってもいいんですけどね。そしたら絶対シャア行ってくれるんで、せめてねシャアとかに上がってくれればあるかと思うんですけど、物は行きましたね。でもこのムービー 15% ぐらいしかないんですよ。いやない、背景ない、カタパルトない、ダーゴックだ。タイトル白ですね。前半で終わるかもしれないですよ。右肩下がりの展開に不安を覚えるレオコだったが、あ、背景赤いです。こういうチャンスアップ結構大事なんですよ。まあ、これは簡単に超えて超えまして、緑でもこの後でチラッとガンダムが浮き上がるやつがあるんですよ。ガンダムカットインっていうのが、まあないんでないですね。出てればなっていう。赤保留むなしく、ここは外れ。いやー足んない足んない。こちら時短を消化中のキュインちゃん。青か緑、赤まで行け、赤まで行った、ゼブラまで行け、ゼブラまだ行かない。赤保留、赤保留もまあまあチャンスなんですけどね。あ、これでロングから発展なんで、まあまあ熱いかも。 SPSP 行くと思いますよ。ギガポラ出てなんなら当たっちゃえ。おっ、あー、びっくりした、当たったかと思った。驚きすぎでしょ。さあ、ギガポラが導く先は、あれ、初雪じゃないですか。一番熱い初雪で、まあ文字マーカーチャンス、当たっても全然いい。ただどうなんだろうなって感じ。あ、ボタンチャンス、おーし、おーし、よーもにー、よもったよもった。まあまあでも引き戻したことが素晴らしい。キュインちゃん、これで2度目の引き戻しで6連チャン。さあ、確変昇格なるか。昇格はしないかな。はあ、4のままですね、残念。結局この辺りを最後に連チャン終了。ドル箱4箱分の出玉を得る。プラスは全然プラスなんですけどね、まだ時間もいっぱいあるし、乗り打ちなんで、まだ安心できないって感じですかね。その後、80回転ほど回したところで大移動。冬ソナで得た出玉を流すことに。7224個の出玉を獲得。でもね、あっという間に飲まれちゃうし、多分レオコさんが、まあ、そんなに使ってないと思うけど。キュインちゃんはそのままレオコの様子を見に行くことに。まだ出てないんですか。まだ出てない。早く当ててくださいよ。冬ソナやめたの。やめました。なんか思ったより回んなかったんですよ。あ、本当。スロー見に行く。確かにスロットっていう手もあるのか。ちょっと今のうちにスロットも見とこうと思います。2人はなぜか別々にパチスロコーナーへ向かう。アクエリオンとかうっかり、え、開いてない、あれ、うっかり。この日はアクエリオン導入初日だが、え、マジだぜ、マジだぜ、マジだぜ。鏡で撮るとこあるかな。ちょっと洒落てるよね。これちょっと
級員先生に報告です。おる、お、級員ちゃん開いてるんですか。打つ、いやいや、あ、打たないの、打たないです。打たないの、開いてるよ。いや、全然いいです。え、私も打っちゃダメだよね。いや、いいですよ、全然。え、でも、でも、ノリだよ。わかんないです、事故が起きるかもしれない。キュインちゃんのが事故起こせるって。いや、私スロット意外と普通なんです。意外と普通なんだ。意外と普通なんです。あんま事故起きない。そっか、じゃあもうちょっと硬い台探すわ。すいません。いいですよ、打って。いや、申し訳ないとか言いながらアクエリオンへ大移動するレオコ。お昼休憩までの間ちょっと試し打ちさせてください。遊び試し打ち。キュインちゃんは A タイプを中心に大チェック。これにしようかな、なんとなく。キュインちゃんが選んだのは花花。1ゲームも回ってないけど大丈夫？はい、ちょっと迷いに迷って瞑想して花花にやってきました。ちょっとパチンコで何を打てばいいか分かんないんで、後半までは花花でちょっと軽く、まあ、レオコさんがその間に何かで当たればいいなって感じです。頑張ります。その頃ゼットンは一箱の出玉が飲まれ、回転率を把握するため3500円を投資。開いてたんだレオコ。え、開いてたの。ここ開いてたんです。打ちます。いや、いい。ガンダム回った。ガンダム最初の1万円230回ったんですけど、最終的に21個歩かないかです。そんなんの。俺今16一の攻防やってんのに。え、 16?16 一だよ。マジっすか。移動しよう。通常時回してないからじゃないですか。いや、まあ、まあ、そうだけど。そうなんだ、分かった。え、21個のガンダムが21個のガンダムを投げたってことなのじゃん。そうですよ。お金持ちだね。負けたんです。400分の1引けなかったんです。400回して負けたんですよ私は。じゃあ打つわそれ。回転率21の情報を得たゼットンは一目散にレオコが打っていた672番台へ。これがレオコが打ってる台なんですけど、騙されてみるか。そのままキープ。そして現金投資で回転率を把握するため一旦出玉を流す、はい。1345投資5000円なんで1万発のプラスです。今とかね、上出来っす。まあ、とりあえずちょっとレオコの台を黙って5000円なり1万なり打ってみます。こちら花花を打つキュインちゃん。アクエリオンが爆発しないかな。光った、やっと来た。よし、232ゲーム、投資8500円でビッグボーナスをゲット。そしてビッグを消化し終えたところで前半戦を終える。はい、前半戦はなんとかフラッシュ収支のまま終われました。花花も1回当たったんですけど、まあこれなくなったらやめて後半戦またパチンコで頑張りたいと思います。あとはもう心配なのはレオコさんだけですね、私は。お疲れ様です。レオコのガンダムを撃つゼットンは3000円投資し前半戦終了。前半戦、サクッと1500円で当たったりを引いて7連チャンしたんですけど、1戦目はちょっとね、無駄が大きかったのと、ちょっと周りがね苦しいかなと思ったん でレオコに聞いたらこれが21あるって聞いたんで、まあ3000打たせてもらいましたけど52回です。相手を21回は無駄であると。まあでもなんとなく球の動き的に1試合目よりいい感じがするんで、これキープで後半戦取れると思います。小冊子片手にアクエリオンを打つレオコ、完全に趣味打ち。ああ、ちょジャムちゃんがいますよ。ジャムちゃん、え、これ写メ撮っていいですか。プレミアムハンターレオコ、今日チャンス目ですね。ジャムちゃん、おら、どっちやどっちや、おいしょー、やっとだ、本日初当たりです。
投資7000円ビッグボーナスをゲット。え、チェリーじゃないの？あ、これ揃えんの？何揃えんのこれ？赤七です。ほい、何かつきましたけどおいしょ満足ですここでお昼に行きたいと思います。負債をだいぶ抱えてますけど、なんとか一発引っ掛けてキュインちゃんの信用を取り戻したいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様です。いや全然疲れてないんですけどまあそりゃあんだけ当たりやんね。あんだけって流れんだよ。いやだって引っ掛けるの早かったですもん。何回転でしたあれ？22、3回転だけど、気がつけば今レオコの台売ってますから確かめてやろうかなと思最初は23だった23回った時点で後輩にメールしたんです。やばいよ回るよってナーキスってねそうそう、今ナーキスが打ってますだから俺もそれ譲りました。来ないよ優しい先輩たち。レオコにベットして。そうです、プレイヤー&バンカー。あれ沖さんだったんじゃないですか？え、違うじゃん、一緒にやってんじゃん。あ、そうでしたっけ、うん、いや、そうでした。でも、投資今2.26だけど、ART に入ったんでしょ？これからですよ。そうか、どうも。え、まだ消化してないの、ほとんど。いや、1ゲームも消化してないです。お、乗せ放題だねそうか、そういう、ちょっとハードル上げてくるやめてくださいね本当に私もあんまりそんなになんでね、プラスとはいえ。ちゃプラスだよ、プラスはプラスなんでしょ。はい、ね、早かったんで一回転ですから。だって俺さ、いよ、ね、ラッシュ引いて嬉しくて。そうなんか来たんすよ。勇気ない顔で。さあ私一回転で当たりましたみたいな。そうなんか。なんていう間の悪さみたいな。ちょっと熱いリタおうみたいな。いやってか隔離中ですよ。うん、みたいな。なんだよみたいな。俺だけじゃないみたいな。そうだよ。娘とうまく接せられないお父さんみたいになってる。お父さんの威厳を見せに行ったけどってそこもまた可愛いっていうね。あれ全て計算作り。俺のこと？俺のこと、俺のことだよ。俺のこと、俺ちょっと今自分のこと。え、ちょっと待って。おいちょっと待って、今滑ってんのかな。まさか。やらかしてる、やらかしてる。自分で俺の可愛さアピールが来ると思う。ここに来て振り子おじさんみたいな。ちょっと待って、じゃあ今の会話の中の成果教えてくれ。いや、ないけど。ないよね、ないよね。よし、やめよう。まさかブリックアピール来ると思わなかった。よし、全部切ってもらう。よし全部切ってもらう。ということで、前半戦とりあえず、はい、2人の乗り的にはちょっとマイナスぐらいです。でもまあまだ全然引き返す、あのレオコさんがこれから出すから大丈夫。私にベットしたことを本当もう安心させてあげたい。株を上げたい。後悔したくない。もう2分の1だから、あのよくドラマである青の線を切るか赤の線を切るかで間違えたら死んでるとこだからねでもどっちも外れっていうパターンもあるから、確かに。悲しい。俺もまだ分かんないんだよね。まあ飲まれるかもしれないですね。でも飲まれてほしい、全飲まれてほしいまあこう言ってほしいですね。せかが前半と後半で一パチ打っちゃうよこの野郎うわダメなの、いいでしょ。いや男らしくない、そんな大きさ見たくない。だって俺可愛さアピールするもん。負けても私でよかったでしょ諦めて、諦めて、そこはそこは組まなくてよかった、ね、そこは諦めて。久しぶり鳥肌立った自分でやって、自分で痛いなと思った自分ですいませんでしたやべ、春って人をバカにさせるね。じゃあ来週も可愛い沖さんが見られると思いますので、みんな来週もよろしく見て、ぴょーん、ぴょーん、ぴょーん、やらかった